楽譜認識の最初に一手間加えることで全体の認識率向上が期待できます。手書き風楽譜や PDF 形式の楽譜を認識するときに事前認識ダイアログを開きます。虫眼鏡カーソルでの拡大縮小や記号濃度、画像濃度の調整もできますので、お好みに合わせてご使用ください。このダイアログであらかじめ表紙記号、音部記号、調合、小節線の誤認識や認識漏れを修正します。全ページにわたって修正と確認が終わったら OK ボタンをクリックします。少し手間はかかりますが、ここで確定した情報を後の認識処理で利用することで全体的な認識率が向上して、結果的に誤認識修正の手間が軽減されます。